はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回はスーパーファミコンのゲーム SD ガンダムジェネレーションアクシズ戦記続きをプレイしていきたいと思います。一年戦争から逆襲のシャアまで続いているシリーズものです。では早速プレイの方を始めていきましょう。宇宙世紀 00880 6月6日、ネオジョン軍は地球圏支配のために地盤固めに入っていた。腐敗した連邦上層部の反撃はなく、わずかな戦力を盾に英雄はアクシズへ反抗作戦を開始する。しかしそこに待ち構えていたのは黒いキュベレーに登場したニュータイプの姿であった。これはキュベレーマーク2ですかね。ブルー2がキュベレーマーク2に乗って登場というシーンかなと思います。アクシズの戦闘、素早く敵本拠地を占領せよ。ではまずはですね、モビルスーツの生産を見たいんですが、残念ながら軍資金375ではどうにもならないというところもあって、まずはラビアンローズを解体しましょう。前回手に入れたラビアンローズですね、これを解体。これで875まで増えたので、この状態で戦艦を生産します。できればもう一隻ね、外で使えるものが欲しいので、ネイルアーガマーだとコスト1000に対して今持っている875ではちょっと作れないかな。グワンバンとかになると1400、グワダンで1700ですね。ラビアンローズがいかにごつかったかっていうのがね、これからもわかると思うんですけど。そしたらトロイホース340、これを作りましょうか。これで戦艦が2という体制ですね。ちょっと待ってね、今もしかして破壊したのはネイルアーガマを破壊しちゃいましたね。ちょっと戻ってきます。では操作を間違ってしまったところありましたが、ネイルアガーマー2隻体制に変更しました。これで新しいステージアクシズの戦闘を始めていきます。まずはクラスチェンジしましょう。劇中同様圧倒的な火力を誇ったドーベンウルフが何にクラスチェンジできるのかちょっと見たいですね。おお、サイコガンダムマーク2、これにクラスチェンジできるのか。これはやりたいな。ヒットポイント26000、圧倒的だな。もう一つがダブルゼーターですね。そしたらここはもうサイコガンダムマーク2を作りましょう。やったぜ、これはでかいぞ。でもう一つはジム3をクラスチェンジします。これをそうだな、シュツルムディアスにしましょうか。いや本当に強かったですね、ゲーマルクは。まあ、劇中では後半にねキャラスーンが乗ってグレミーのニュータイプ部隊を撃破するっていうね、そういうシチュエーションだったと思うんですけども、本当に強かった。さてマップの方ですが、敵はここにキュベレーがいるぐらいかな。では前進して戦っていきましょう。モビルスーツ隊も展開しちゃってもいいかもしれないな。ではモビルスーツ隊はご覧のような形で展開を完了しました。これで敵をちょっと迎え撃ちましょう。まずキュベレーがここにいますね。ヒートポイントが 12,600、まあそれなりだな。でバグ、これが2隻、いや2機ですね。でここにサダラン、ドライセンが一機残ってる形かな。あんまり戦力としては多くはないな。もっともっと戦力出ていても良さそうな気がしますが。上空マップにどれくらい敵がいるか。ここにいますね、一隻で。ここにエンドラ、
モビルスーツは4。ここにもエンドラ。モビルスーツは4ですね。これが相手だな。なので、サダラーンが1、エンドラが2という敵の編成です。硬化してきたところをぶったたきましょう。敵の方ですが、上空のエンドラが我々に接近中。一方、サダラーンもね、我々の方に突出してきてますので、これと戦闘中です。先にドライセンを倒してしまおうかなということで、ドライセンを倒すのを、できればガンダムマーク3に倒させて、経験値を貯めてですね、また、ゲーマルク、あるいは、もう一個のね、クラスチェンジ先になっている、ドーベンウルフ。このいずれかをね、ちょっと作れたらいいかなというふうに思ってます。なので、うまくね、ダメージコントロールして、ガンダムマーク3で、敵ユニットを多く倒していきましょう。で、とにかくダメージを削りたいときとかは、ダブルゼータとかね、あるいは、サイコガンダムマーク2で、一気に削り取っていくっていうね、そういう方針でいきたいと思います。ここはだからビームライフルで確実にこのドライセンを仕留めてもらいましょう。これで、このガンダムマーク3がレベルがエースになるので、次のターン、まあ、次のステージかな。次のステージで、ゲーマルク、もしくはドーベンウルフにクラスチェンジが可能という状態になります。では、サダラーンの中に入っているキュベレーとバウは捕獲するなり、あるいは撃破してボーナスをもらうなりしたいので、一旦様子を見ましょう。では敵の方ですが、サダラーンとキュベレー、バウ展開してますけども、サダラーンはだいぶ削ったので、もうサダラーンを撃沈してですね、ここはキュベレーとバウを一機ずつ捕獲したいと思います。これ捕獲できたら大きいからな。まずは、ハンマーハンマーのインコム攻撃。これでどれくらい削れるかですね。うまく経験値を稼げれば、次のターンで、ガンダムマーク3を、ゲーマルクとドベンウル一機ずつ用意したいんですよね。そう考えると、このサダランをまずは、エースになったガンダムマーク3はもう一旦放っておいて、こっちのレベル1のガンダムマーク3でサダランを撃沈させましょう。これで経験値がどれくらい入ってレベルがどこまで進むかですね。うまくレベルが3とかまで上がってくれると、ここでエースにすることもできるかなっていうね、期待感が出てきますからね。早速どれくらいレベルアップするか。レベル2、レベル2ですね。2上がってレベル3。うまくすれば、このマーク3もね、エースに持っていけそうです。じゃあ、キュベレーとバウは1機ずつ回収しましょう。捕獲。バウも、捕獲。で、1個残ったこのバウはもう回収することができないので、これもマーク3で倒させたいよな。できればね。ん？敵が本拠地近くに降下してきた。これは見てなかったな。やってくれるな。あんまり時間の猶予がないかもしれないな。エンドラを早々に沈めないと、本拠地が潰されてしまう可能性が、ここに来て、出てきてしまったな。どうしようかな。まずは、ニールアガマを前に出して、指揮圏内を広げておきましょう。で、その上で、まあ、正直もうあんまり余裕がある状態ではないので、一気に詰めて、まずは
このエンドラ一石沈めましょうか。ガザディは放っておいていいし、どうだろうな、ガゾームも放っておいていいかなと思うんで、まずはエンドラを沈めましょう。まさかここに来てエンドラを倒さなきゃいけないっていう状況になると思わなかったな。まずはこのエンドラから。マーク2、最高ガンダムマーク2の火力で7000。実はダブルゼータダメージを結構深く負ってしまったので、ダブルゼータは次のターンあんまり動けない、回収せざるを得ない状況だと思うので、一度回収したあと残りどう戦うかだな。まずはサラミスカイからの砲撃が入るんであれば砲撃当てましょう。確実にこの一隻のエンドラは沈めておいて、次のターンでもう一隻のエンドラを沈められるように部隊を前進させておく必要があると思うので、とにかく部隊を前へ前へ、まあ、後ろへ後ろへなのかな、交代させていきたいと思います。このエンドラ誰で沈めさせるかだな。このマーク2、うん、マーク3かな。このマーク3で倒してもらいましょう。二連装ビームキャノン。これが入っても防御されてると沈みきれないってことだな。だったら、こっちのシュツルムディアス。こういうところで削っておきます。このガンダムマーク3の攻撃でエンドラ一隻目撃沈です。レベリングもどこまで進むかですね。エースになってくれたら、次のターンでワンオフのゲーマルクか、それか量産機の中でも高性能なドーベンウルフか、ちょっとね選択をして決めていきましょう。エンドラがガーダーに攻撃を仕掛けてきますね。ここは一ターンどうしても持ちこたえてもらわなきゃいけないので、全防御でしのぎましょう。とにかく防御、そうすればこのターンぐらいはね持ちこたえられると思うので、その間に、迎撃体制を整えてエンドラを潰します。この後はどうなんだろうな。グレミーの反乱軍とハマーンとネイルアガマ隊の三つどもえの戦いになるのかな。今ステージ3だと思うんですけど、あと多分ステージが4と5が残ってると思うので、地球での戦いが一つ、あとはやっぱり、アクシスの攻防戦というかね、そのグレミー軍、ハマーン軍、それとネイルアーガマーの三つどもえの戦いっていうのが、まあ見れるのかなというふうにはちょっと思います。戦争の規模っていう意味で言うと、やっぱ一年戦争はね、全地球規模。グリプス戦記もね、割と地球規模だと思うんですけど、このダブルゼータガンダムに関しては、まあ、少なくてもエウーゴはネイルアーガマ一隻だけですからね、活躍したのは。まあ、そこはちょっと微妙というかな、あの戦いの規模としてはね、他の一年戦争とグリプ戦役と比べると少しスケールは小さいのかなとは思うんですけどね。ただ出てくるモビルスーツはものすごい進化を遂げたのもこのダブルゼータ編で、もう火力も大きさも、まあ、いわゆる恐竜的進化とも言われるような大進歩を遂げたのがこのダブルゼータ編だと思うんで、好きなモビルスーツはね結構多いですね。ではレベリングをしながらもう1ターンぐらいは本拠地持ちそうなので、まずは経験値を回収していきましょうか。マーク3が今エースになったものか、ご覧のように2いるので、このマーク3もレベリング先にしちゃいましょう。これで
マーク3が3機レベルがエースになったので、次のステージに行くときにはゲーマルク、これを1機、さらにドーベンウルフを2機クラスチェンジで作れるかなという計算ですね。あ、ガサディ弱すぎてマーク3の経験値がたまらなかった。これはしょうがないな。このガザディをマーク3が倒してレベルがエースになるかならないか、届くか届かないか。届いた。これでこのマーク3もレベルがエースになりましたね。よしよし、だいぶ次のステージの楽しみが増えてきました。では残りのね、ガゾーム1機、ガザディ1機、そしてエンドラ1機、これをね倒していきたいと思います。まあ、できるだけせっかくなんでね、レベリングをしながらということを前提に、とどめを刺すユニットはまだレベルが上がっていないユニットでとどめを刺していきましょう。まあ、ハンマーハンマーもね、この先あるかどうかちょっと微妙なユニットだとは思うんですけども、まだレベルは低いユニットを着たいモビルスーツになってますので、ハンマーハンマーでとどめを刺していきます。ダブルゼータ最高ガンダム M2 もね、ちょっとこの次があるかどうかっていうとかなり微妙な位置づけのユニットだと思うんですけども、彼らもまだレベルは上がりきってはいないので、レベルをね上げていきます。一方ジム3はもうクラスチェンジ先がね分かってますので、シュツルムディアスかメタスカイかっていうところで判明してるんで、まあ、積極的にね使う必要はないかなと思うので、できればまだわからないワクワク感の残ってるモビルスーツでね、とどめを刺していきたいと思います。ここはサイコガンダムの格闘戦、かわされる。サイコガンダムはどちらかっていうとね、もう迎撃向きの、あるいは要塞突撃用の、まあ、決戦兵器みたいな位置づけですかね。まあ、格闘とかになるとね、まあ、その大きさが邪魔をしてなかなか攻撃が当てづらいのかなーなんて想像はしますが、まあ、それでもこの画像も撃墜して残りエンドラだけにしておきましょう。ジム3もレベルが上がれば一応ね、メタスカイ、シスルムディアスいずれかにクラスチェンジできますからね。で、今回レベリングしたかったマーク3系は3機ともレベルがエースに昇格してますので、このエンドラできればシュツルムディアスでとどめを刺せたらいいかなというふうに思ってます。うわ、サラミスがここでエンドラに撃沈される可能性があるな。ちょっと防御して残れるかどうか見極めましょう。残ってほしい。残った。743、残ってさえくれれば次のステージに行くときに、まあ、僕が操作できるユニット、僕のユニットとして確保できるので、まあ、使うこともできるし、解体して、まあ、お金に変えることもできるしっていう意味でね、有用性がすごくあるので、できればね、撃沈されずに置いておきたいなと思ってたところなんですが、大丈夫でしたね。このビームサーベル、エンドラ防御してどれくらいダメージが入るかですね。3700、防御されて3700。ここはじゃあダブルビームライフルもぶっ放してエンドラを削っていきます。でとどめはシュツルムディアス、ダブルゼータのダブルビームライフルで5000強でしたね。今ダメージがね、あとアーガマーはどれくらい残ってる？まだまだ全然使えるな。じゃあアーガマーも攻撃しましょう。ネイルアーガマーのハイパーメガ粒子砲はね、この発艦デッキ、3つ前方にあると思うんですけど、その中央の下側に配置をね、されてたような
劇中の設定になってたと思います。そのハイパーメガ粒子砲が決まって残り1321、これだったらシュツルムディアスの格闘で終わらせられるな。これでレベルがどこまで上がってくれるか。あービームサーベルの的中率命中率 56% か、ちょっと低いな。上昇して逃げられる可能性があるんで、エンドラに当たってくれた。これでレベルがエースまで上がってくれたらシュツルムディアスまで、次のステージでクラスチェンジできると思うんですが、どうでしょう。レベル3、レベル S なりましたね。これでこのステージクリアになります。キュベレーとバウ捕獲したな。キュベレーは大きいな。はい、ではステージ3アークシズの戦い攻略完了とさせていただきたいと思います。次回はですね、ランダムマーク3をゲーマルク、ドーベンウル、さらにシュツルムディアスも何にクラスチェンジするのかっていうのを確認しながら進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。